始まるよ。ごきげん、ごきげん。いや、みんな、僕はゴジラのゴジゴジだ。私はジラランコ、ジララって呼んでね。行け、ゴジゴジパンパン。特訓して最強のゴジラになるぞ。うひゃー、今年の夏も暑いな。今日は特訓はやめて日陰でお昼寝でもしようっと。あら、ゴジタくん、特訓はどうしたの？あ、ジララちゃん、もう暑くて暑くって。だらしないわね。そんなんじゃ立派なゴジラになれないわよ。ジララちゃんは暑くないのかい？うん、私は全然平気よ。すっげえな。どうしたら暑さに勝てるの？冷たい。冷たい？アイス？かき氷？冷凍マグロ食べなさい！うひゃ、冷たい。でしょ？わしはロボット工学の天才、ロボロボ博士じゃ。今日こそはわしの大発明、万能ロボットメカゴジラの性能をお見せしよう。起動せよ、変身メカゴジラ。私はメカゴジラ、何かご用ですか、ボロボロ博士。こりゃ、ボロボロじゃない、ロボロボ博士じゃ。失礼しました、ロボロボ博士。よろしい、今日はお前の性能テストをするぞい。私にはどんな性能があるのですか？お前は万能ロボットじゃ。わしの命令でどんなことでもできる。どんなことでも早くお役に立ちたいです、ボロボロ博士。だからボロボロじゃないの、ロボロボ博士じゃ。失礼しました、オンボロ博士。こりゃ、オンボロとはなんじゃ、ロボロボじゃ。すみません、ズタボロ博士。ズタボロじゃないの、ロボロボなの。すみません、ロボロボ。そうじゃそうじゃ、ロボロボ、ロボロボ。それそれ、ボロボロ博士。どうして？ダイブでした。今日は前回完成した粘土原型の型取りをするぞ。代表して八重ちゃんが石膏での型取りに挑戦するわよ。ゴジ部の八重です。型取りに挑戦だ。前回3人で作った粘土原型を今日は石膏で型取りしたいと思います。ラテックスというゴムです。このゴムでキングギドラの顔を作ります。こんな感じです。難しそうだな。でも大丈夫、コバヤン監督が一緒に作業しながら教えてくれるから、落ち着いてやればできるはずよ。八重ちゃん、ケント君、頑張れ。この石膏をこの器の中に入れます。一気にバーってやると塊、ダマになっちゃうので、塊にならないように、一箇所にならないようにまんべんなくみたいに、で全体的に同じように真ん中だけにならないように、少しなるべく均等になるように、平らになるように、でこの水の高さとほぼ同じになるまでやってください。
っかり混ぜます。ダマにならないように静かに丁寧にかき混ぜるのがコツよ。なるほどな。このハケでちょっとあの隙間とかに軽く押し込んでください。粘土がたくわない。まずは一層目を全体に薄く塗るわよ。緊張するな。気泡が入らないように丁寧に塗り残しがないように全体にやってください。で、わ、すごい慣れた感じ。2層目は厚みを持たせながら塗るのよ。なるほどな。緑が見えちゃってるところがなくなれば大丈夫ですよ。この貝ざる浅を混ぜて盛り付けるのよ。石膏に混ぜながらこの表面に最終的に貼り付けて石膏が割れないように補強する素材です。ちょっとつけます。はい、で全体大体ついたら今日はパッとかぶせてスーッと柔らかく押さえてあげると大体均等に今優しくスースーってやってる。型を壊さないよう丁寧に粘土を取り除くの。こすりつけないようになるべく浮かしてこうやって剥がしていく。慎重に慎重に。はい、粘土が抜けました。石膏型完成。いよいよポケットスを流し込みます。塗料を混ぜて色をつけます。それにもう流し込んじゃいます。ぐるぐる回して全体に行き渡るように型にラテックスという液体のゴムを流し込むの。乾くと怪獣の皮膚になるんだな。均一にゴムを流し込むとこんな感じになります。ラテックスの流し込み完了。やえちゃん、ケント君、お疲れ様。ゴジゴジギャラリー、皆さんから届いたお絵かきイラストを紹介しちゃうよ。ザ・コーヘンさん、おお、なんとメルヘッチック。ロボコテンさんはヘドバーを描いてくれたよ。刺繍の缶バッジも。質感表現が見事です。ピージョーさんはヘドチとハイナルヘドチロ、かわいらしい。サディール大佐さん、コジタ君とジララちゃんの大人になった姿もかっこいい。シセさんはゴジゴジギャラリー最年長の80歳。なんとロマンチック。マコちゃんは大魔獣バガを、ド迫力。マイバラさん、ゴジタ君、マグロ食べてね。ルーベンデルカザさん、やーいどん、頑張れ。カシワネコさん、あ、僕と海岸だ。危ない二人。ワブラシルズさん、ゴジラ三兄弟の和服姿。おお、日本の心。マルさん、海岸の負けだね。ゴーマさんはなんて4コマ漫画。可愛ければすべてオッケー。トルンバーさん、オイラを描いてくれたんですね。感激です。ゴーイチモンチさん、ゴジラアンちゃんにミヤラベちゃん、ゴジタ君にヒララちゃん、素敵なゴジ嫁。僕とガイガンも、ミニラ君とジェジェ兄さん、マヒラ君はお絵かきと粘土造形も作ってくれたよ。クモンガも、おお、これぞ芸術。ゴジゴジタイガー君はビオランテの作屋さん。ピョンチさんはスーパー X ガーとセリゾワ君、セリゾワ博士。クロヨ星人さんはちっちゃい頃のゴジアンちゃんとミニラアンちゃんとセリゾワ君。おお、かっこいい。おお、ダイヤモンドアート。立花海さん、カマッチを作ってくれたよ。羊毛フェルトですね。マリアさんはなんとゴジラアンちゃんモチーフでネイルアート。おしゃれ。ティムさんはブロックでスーパー X が。スタンディングモード
ヨモで。ユージャムさん、ヘタチとヘタチを紙粘土で作ってくれたよ。いっぱい旅してください。みんなのお絵描きイラスト、今作の秋、素敵な作品待ってるよ。待ってます。素敵にゴジゴジライフ。さあ、皆さんからの素敵なお写真紹介しちゃうよ。行ってみよう。かおりさん、お花はいいね。はなはなさん、すごい岩山セットだ。目線さん、ペンギンが飛んでるみたい。僕赤ちゃん。マリアさん、アロハ。ハクジロウさん、ラドンのお友達。ニャルタ食堂さん、岩手に遊びに行きたいね。松茸さん、素敵な前掛け。ジェリーマウスさん、わーい、ハジサイ。うちかんさん、祭りだ祭りだ。ピョンチさん、ブシゴジくん。ユズポンさん、テンザル。ピギーギミックさん、うん、ひんやり。こじかみこじかみさん、バラタキバラタキバラタキ様に、マンダ様。コーディーさん、ザブンザブンドカーン。ユウヤさん、湯上がりリゾート気分。ガラスのルツラブさん、樹齢何年。マルさん、みんなで旅行だ。トポコテンさん、ゴジパン味噌部。ジャイコさん、ミニイラ旅。新海星人メカゾさん、わーい、勢ぞろい。サテイブンさん、ゴジパンオルソ。オギクンママさんのお弁当。うわー、僕たちのお弁当。メサマルさん、もしもしのお弁当。シーマさんもお弁当。僕たちゴジラ三兄弟。帽子とお洋服も作ってくれたよ。素敵な旅になりそうだね。ハッシュタグゴジパンはゴジゴジライフをつけて SNS に投稿してね。楽しい画像。